ビッグアイサンドタイガーオドンタスピスのロンハイは、ネズミザメ目王ワニザメ科に属するサメ。非常に珍しい種。暖かい海の深海に生息する。全長3.7メートル。同族のオワニザメをフェロックスに似るが、葉の形状が異なる。繁殖様式は、卵食型の体制と予想される。1955年、ジーモールによって初記載された。 模式標本となった全長1 7 1 0ト、mm、ルのメスの個体は、マデーラ沖水深約800から1000メートルから釣り上げられたものだという。学名の種称名のロンハイはフンチョル博物館の館長アドルフォ・セザールでのンハという人物の名前に由来する。分布域は全世界の段階域と考えられるが、わずかな記録しかなく、部分的にしかわかっていない。 大西洋からは、ブラジル沖、マデーラ、メキシコ湾、太平洋では、ハワイ、沖縄本島から報告がある。インド洋では、未確認。沿岸域から外洋まで、主に深海に生息しており、水深60から1000メートルに生息する。最大全長は、オス367センチメートル、メス327センチメートル。体型は、太い流線型。体色は、 全身が濃褐色やチョコレートブラウンで赤みがかっていることもある。目は大きい。第一背びれ先端にはしばしば白色斑が見られる。第二背びれは第一背びれに比べて明らかに小さい。葉は副高頭が主高頭の両側に一つずつあり、副高頭が複数ある大アニザメと異なる。主に深海に生息するが、夜間は表層まで浮上し、 昼間は深場に戻るという日周延直移動を行うと考えられている。回遊あるいは季節移動を行う可能性が示唆されている。植生や繁殖に関してはほとんど知られていない。いない洋物にイカのくちばしと魚の自石が入っていたという報告がある。繁殖様式はネズミザメメで多く見られる卵食型の体制と予想されている。ありがとうございます。